井出敏郎は、日本の政治家。石川県のみ市長。元石川県議会議員。石川県寺井町出身。寺井町立寺井小学校。寺井町立寺井中学校。石川県立小松高等学校卒業。1985年3月、群馬大学工学部科学工学科卒業。同年4月、大日本人気化学工業株式会社に就職。 1987年4月、のりたけに転職。1990年4月、井手製党株式会社に転職。2011年4月の石川県議会議員選挙に、自由民主党公認で出馬し初当選。2015年、再選。2016年12月10日、の見市長選挙に立候補する意向を表明。 2017年2月5日に行われた野み市長選は、井出と前市議の橋本隆の間の自民党、分裂選挙となった。橋本を破り初当選。2月27日、市長就任。2021年1月24日に告示された野み市長選では、井出の他に立候補の届出がなく無投票で再選。学生時代、自宅の前に大きな松の木があったことから、 イデマツと呼ばれていた。ありがとうございます。